カールスクローナ海洋博物館に展示されている TP613TP613 TP はスウェーデンの魚雷。輸出名称は TP617。誘導は優先、アクティブソナー、パッシブソナーにより行われる。1970年代にスウェーデン、デンマーク、ノルウェーの共同開発により開発され、1981年から1983年に、 かけて試験が行われた。旧型の TP-61 と異なり、優先誘導時にパッシブソナーにより得た情報を母船に送信する能力を有している。優先誘導には導船を用い、推進装置であるプロペラは二重化されている。スウェーデンの魚雷としては初めて圧縮空気による発射ではなく魚雷が自力で発進するスイムアウト方式に対応している。ABC ヨハン・ロフグラン。 ベックンズ有牧マンベカ12カールスクローナ海洋博物館2018年9月15日閲覧 AB ロードリック・クリンタボデッド・スウェンスカ有牧バポネット1904から2004スウェーデン・ストックホルム CB マロンギ・テローター ISBN 9長7891億9730万7536ありがとうございます